えー、もともと私のホームページは y k スケの履歴なんですけども、えー、アフリエイトというものを、えー、行っています。まあそちらの方から、えー、まあアクセスしていただいて、例えば、えー、車や、まあブランド商品とかもそうですけども、 まあ、さまざまなものを売却してもらったら、まあ、少しだけ私のお金がおお、私の方へお金が入ってくる形になるんですけども、このアフリエイトを調べたら、ご指定のページは見つかりませんでしたと。まあ、こういうふうな表示になるんですよ。で、これ、多分何かありますね。法的な行為で、えー、例えば、我が天下、我が天下、戦国府部で、僕のホームページを公開したから、 えー、その内容に抵触する2万円以上なんか入ってきたことはありません。で、それと、えー、そんな身勝手な、えー、規約を会社内で作ったら、裁判所に別行さんの人たちはそれ、違法行為で取り締まら,られます。まず私に対してお金の支払いはされてない。で、ホームページに書いている内容を自分たちで確認してない。エネルギーの残像量問題。で、あなたたちに不利な内容を記載してるわけじゃないんですよ。 最終的な内容とかをこう総合的に考えると、車買うぐらいだったら、ゲームしといてね話になるんですよ。まあ、漫画アニメゲームでもいいですし、あのー、音楽でも、映画でも、車買われるぐらいだったらね。 ほとんどの人は電車バスと方で、今時世界中のほとんどの人は移動できるんですよ。で、えー、遊びで海外旅行とか行くのはなしにしておいて、あとは、あのー、仕事の範囲だけ。で、それももうスポーツの世界はもう仕事の範囲としてはもう認めないような形で、渡航制限かけるような形しなかったらもう絶対無理です。エネルギーの残存量自分たちで分かってます 本当に。あの、このアフリエイトに繋げられなくした人たち。まあ、その我が天下とか我が天下戦国府部じゃないかなと思って言ってるんですけども、それ集団での、あの、完全な違法行為ですよ。かなりの刑法になりますよ。春山聖子水に出入りしていたら。集団暴行。国際条約の方の集団での虐待とか拷問に関する条約。今略して言ってますけども、それに該当しますから。で、しかも、 殺人事件なんです、本当は。私の母親も、睡眠時間、短くされて、要するに夜中起こしに来る人間、明け方起こしに来る人間、集団でそれを行ってしまってるから、殺人事件、集団での。74歳なんかで本当は死なない。普通に生きていたら。昔の戦後の間もない頃の人たちの頃は食糧事情とかで、 あと、若い人たちとかは死んでいたから平均寿命で計算すると、ああいう風うな寿命になってました。それプラス電波の世界です。本当のことを世の中に公開しないで、本当のことを公開しただけで自分たちが助けた側の気分になっていたのがテレビ局の人間。 そしてその勤務者は裁判所で勤務していた人間とか、公務員だったり、元公務員が民間人になったり、民間人が公務員になったり、テレビに出たり出なかったり、国会議員の人がテレビに出たりとか、今の、竹見さんっていう人もテレビ出てますよ。刑事ドラマ,ドラマで。 立憲民主党の昔幹事長をしていた岡田さんもテレビ出てますよ。違う名前で。違法行為。公務員、偽名使っちゃダメ。一般人も偽名使ったら詐欺行為。で、どれぐらいの法律反になるかっていうのは、その YouTube の方の、えー、っとね、ちょっと題名明かしますね。まあ、閲覧者数そこそこあるんですけども、まあ、あの、例えば、 このゲアのレンダルショップで借りた漫画の本について、不法侵入等によって再び服が盗まれている件、まあこれ、えっ、ー、とね、この辺の番号を検索ワードに記入していただくだけで、僕のこの動画に、まあ29分21秒のものなので、まあ簡単に見つかるんじゃないかなとは思うんですけども、まあこれ一回検索してもらって、ここの説明欄のところね、これ書いてもらって、 これ一通り見てもらったらよくわかります。もちろんエネルギーの残存量問題とか、あの、理解してもらってからですよ。法律面いくつか出します。刑法のね、何条共同正犯とか。正しい犯罪っていう意味じゃないですよ。共同で犯罪を犯してしまってますっていうことですよ。で、共作。人に何かものを教えていたら、共作。 でそれを助けているような形をつくえー、行ったら法上、えー。他にも第63条、64条、65条、66条などあ、もう書き込むとキリがないので。で、第80の辞書による刑の免除。 まあ、あの、刑が原刑あの、減刑されるということですね。で、一時期仮執行の詳訴の判決の書類が、えー、まあ、500万円相当、今の、えー、価格に直すと、それが盗まれてた件など、えー、まあ、もう返ってきてますけども、パソコンのパスワードとかを記載したノートとかも一時期盗まれていました。で、これは刑法130の住居、侵入等になるんですけども、これはね、裁判所の判決がなかったら基本的にできません。 あの火事とかで火災が発生したときにあの消防隊とか警察官の方が強行突入する、まあ、もしくはあの人質を,た、あのー、人質をえ使って、えー、刃物を突きつけて、えー、立てこもるような事件とかは、えー、現場の判断とかで警察官が即座に動いたりとかそれはあのー、ありなんです。だけども基本的にに裁裁判判判所の裁判官の官の、あのー、決要するに 判,判,判例の書,書類、あのー、裁判所の判決の書類です。それがなかったら不法侵入できないんですよ。ここに入ることができない。それ分かってますかっていうこと。法律分かってない人間がテレビ見て、あの嘘の内容とか見て、だからあの刑事ドラマとかで、あのー、うんしっかりとした内容で、 あの、判決書類をね、あの、家宅捜索するときに、相手に見せて、こういうことになってるけども、これで間違いないかっていうことを聞くでしょ本当は間違いありませんかって聞いた方がいい。嘘が大分購入されてるケース、ただあるから、警察官が警察官を捕まえるケース、いっぱいあるから、本当に。冗談じゃないぐらい。 テレビのニュースで放送されてるけども、その人はもともと警察官をしていたとか、警察をしていたとか、警察手帳を持っていたとか、あのー、そういう人物であったけども、捕まってるっていうような形で、今はもうなかなかテレビでなぜか放送してない。放送した方がいい。その人にもその人なりの、いや、こちらはこういうふうに聞いてましたっていう言い分がありますから。 もう全部公開しなかったら、嘘を混入させられう、嘘を混入したりとか、知識不足で自分たちが悪いことをしてないという勘違い。先ほどの続きですけども、えー、これね、えー、他の書類とかも、あ他の、えー、法律名、えー、とか、えー、まあ、刑法の範囲内ですけども、犯人、あのー、これ隠すっていう意味なんですけどね。 あの友達じゃないとか知り合いじゃないとかそういうことを言い始めたらもう隠してるでまああのかまったりとか、まあ、そういうふうなことをするともう該当してくるで証拠隠滅とねもうこういうふうなところにつながってくるんですで親族による犯罪に関する特例っていうものがあるんですけども、えー、これを使用してきた場合は えー、第244-3を使用しますって書いてるんですけども、これ親族による犯罪の特例に関して、親族が行った犯罪に関してね、こう許せるような内容のものが記載されてるんですけども、そうじゃないと。だから、あの、僕の親族のことを言ってるんじゃなくて、私に対して嫌がらせをしてきた人間に対する親族のことを言ってるんですよ。で、この、えー、第244のあの、丸るを使用したら、このもの意味なくなるんです。で、えー、当たり前です。 そんなもん家族ぐるみで悪いことをし始めたら、そんなあの家計の人間が増え始めていったらって。ね、もともと、ま、国会議員の人たちは、あの、基本的に皆さん真面目にある程度生きてますよ。うん、その、ある程度、どっからどこまでが真面目なのかって、その、僕の世界が極端すぎますから、ほとんどの日が遊んでない世界に、もうここまでさせられるような状況じゃ、本来はないはずなんですよ。法律の世界では。で、この、騒乱の罪とかね、 えー、多種、えー、不解散とかね、こういうことあの集まったらダメだって言われてるのに、あの解散しないで、えー、行っていたら、まあ、あの何回もこう行政からね、えー、私は行政の人間ではないですけども、何回も行政からああの行政指導を受けると、えー、そこの会社は行政の所有物になるんです。で、倒産させるんです。わかります 役員とか不在になって、もう土地とか建物も,も全部あの行政の持ち物になるんです。で、えー、第130、えー、住居、えー、侵入と、まあこれは先ほど言いましたけども、えー、あと他にもね、10年ほど前にね、あのー、もう不良っぽいあのー、車両、 あの、感じで、あの、不良っぽい、こう、なんかこう、文章とかあるじゃないですか。そういったものを、あの、車に書き込んでるというか、まあ、あの、フロントガラスのところに、えー、そういうふうなも文字が見えるように、えー、してるような、あの、車に乗ってたものが落としたものかな、捨てたものかな、僕の目の前で。 で、それを拾ってみると、すぐにあの、走り去って逃げていったんですけども、偽造免許証でした。まあ、それは有馬警察署に持っていったんですけども、それは、あの、公安委員会の班が、あのー、押されてない。 えー、運転免許証だったので、もう簡単に、えー、見う、あのー、見破れます。で、えー、あと他にもね、喋、えー、ってる内容、えー、あと態度とかでも231を侮辱に該当するかどうか、もう子供の頃からも何回も何回も同じようにからかうようなこと言ってたり、淡井芸介の件で、えー、もう笑い話は私のすぐ、聞こえる範囲近く、まあ50メートル先でも正直大きな声だったら聞こえます。で、えー、昼間でも、 えー、第233条の、えー、信用規お及び業務妨害。最初の方に、あの、併法罪とか類反過重の話したと思うんですけども、あのー、併法っていうのは罪が、あのー、複数あると加算されていくんです。で、類犯過重っていうのは、一回行った行動に対してまた同じ行動をしていた類反として加重されていくんですよ。わかります だから、この辺での、その商業施設とかで、淡井圭介に、こう、余計なことを言ってきた人間とか、春山聖子前に集まってたんだったとしたら、全員アウトですよ。 で、まあ、あと、このあたりのことは、まあ、サッカー界のことを言ってるんですけども、まあまあ、あのー、後でね、あの、謝ってきたりとか、まあ、もちろん、あの、元日本代表サッカー選手はね、遠藤康人とか、えー、宇佐美とか、まあ、僕より年下なんです。で、元々、宇佐美はね、え長田工業高等学校、まあ、阪神淡路大震災の後、亡くなったんですけども、そこの工業高校に、年下なのにね、あのー、その、 教室に来ていたと。で、ね、まあ、ガソリンスタンドのうさみグループさんのところの家系のものかもしれない。ただ、もうその頃から髪の毛染めてた。だから本当は髪の毛染めてる人間だから、やっぱりあの間違えた行動をしていくんですよ。不良化してるから。髪の毛染めることすらやめられない人間が夜中出て何ができるかって言ったら、ひどい税金への喰らいつきとか、そういうことを平気にするような人間になってしまってるんです。もうこの段階から。 その長田工業高等学校に来てし、あの、学年が違うのに、上の方の学年に来てしまった時点でね。で、そこからサッカーの世界へ入っていって、で、日本代表にはなってるんですけども、ガンバー優勝も優勝しました。遠藤康人は、まあ、髪の毛染めてない状態で、州和株式会社の北神戸店に来て、勝手にね、そこの従業員でもないのに、サッカーし始めたりしたんですよ。で、敬語なしで僕に話しかけてきたりとかね。 自分の立場っていうものを全く分かってないんですよ。まあ、その件については二人とも謝ってます。僕にね。もともと子供の頃から、あの、まず難しいことをしてる人に関わってはならないっていう形になるんですけども、ほとんどの人間が法律を身につけてないまま社会に出てますから、えー、ほとんどの人間は間違えてるんです。行動。で、間違えてることに気がついてないんです。 気がついてないだけで、それを子供の頃から見てしまうと、その子供を絶対間違えるんです。で、あと他にもね、えー、もう集まってしまった組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則に関する法律。 えーまあ、そういうところがあるんです。で、そういうふうなものにも関わってきますし、まあ、あと、まあ、エロ業界とかだったらね、あのー、もともと売春防止法が出来上がったのは1956年で、警察官や検察官や裁判官や国会議員や、まあ、あと公務員の人含めてね、売春、買春をしていたものが、えー、その当時まで、まあ結構いたんだと思いますよ。 な、いつまでもエロ業界が残ってる。本屋さんにもエロ関係の本なんか置いたら、刑法175条の、えー、説物分布と、えー、説な文書図画、えー、電磁記録による記録媒体その他のものを分、えー、分布し、または公然と陳列、要するに棚に並べたりすることですよ。な、もうレンタルショップとか絶対アウト。本屋もね、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、 もしくは過量に処し、または懲役及び罰金を陛下するとだ、あのー。電気通信の送信によりわいせつな、えー、電磁記録、その他の記録を分布したものも同様とすると。で他にも法律いろいろあるんですよ。そのエロ関係の,その映像とか、あのー、そういうふうなところに抵触する、えー、ちょっとね、間の文章を飛ばしますけども、まあまあ、喋ってた内容は大体同話じゃないですか。他にもあの、刑法第1条の2十条 公衆の目に触れるような場所で、公衆に契約の情を模様させるような、え仕方で、尻もうその他の体の一部を未来に露出したものをこちらに該当しますって書いてるんですけども、あのー、契約なか、あのー、感情ね、まあ女、情、情に関しても感情って言った方がわかりやすいから、感情って言います。えー、模様させるような、あ仕方って書いてますけども、同性の人とか見たら、鬱陶しいし、目の前とかで実際それやられたら、大抵の人は鬱陶しいです。 で、えぇ、ー、支持的、えー、支持性的画像、もう何、何がどうかって、エロ打って金を、あの、金に変えてるような人間、ろくの人間なんかいない、もともと。それだけ腹立つでしょ、普通は。普通はそうなんです。それが常識なんです。 えー、指示性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第2条などにも違反します。えー、まあまあもう記録するのがしんどい。各自が確認すればいいよ。法律名を出しているって。これね、あのー、いちいち僕はここに打ち込まなくても、ここもう5000文字しか記録できないんですよ。もう他にももっと他に、他にたくさんの法律ついてきます。民法とか、他の法律。 刑法の後ろの方を見たら民法とか、あの、当てはまるような内容とかもありますし、民法が民事訴訟法もだんだん刑事訴訟法に変わっていったりするんですよ。だから考え方としてね、あの、お金払って、えー、償って、償ったことにして、えー、刑務所とかに入れられるのを、えー、まあ、許してもらうと。 裁判所ってそういうところなんですよ。だから刑務所なんか入れられるとどうなるかって言ったら、あの、まあ、労働があって、えー、その労働をね、頑張って行っていたら、えー、その内容によってね、えー、出所できる、えー、期間が早くなると。まあ、こういうふうな形になってるんです。そうじゃなかったら刑務所がすぐ溢れかえるからです。 もう何年経っても同じ、普通に考えたらわかると思うんですけども、例えばね、車のラリーカーレース、あれを、あのー、まあまあ、音楽的に聞くと、あのーまあ、聞いていて、えーえー、まあ、良い曲と言っていいのかどうかわからないですけども、まあ、気分が高揚するというか、まあ、そういうふうなあの曲をつけて放送してるから、気づきにくくはなってますけども、 あんなものね、世界中で、えー、開かれるところを見たらわかると思いますけども、過疎地でしょ。で、そこの地域の人たちって、先進文明からもともと離れている暮らしをして頑張ってる人たちで、そ、そこでね、コースアウトとかして、えー、その人たち巻き込んで死亡事故いっぱい出してるんですよ。だからもう、通算で見たら、ラリーカーレースだけでも100人超えてるんじゃないですか。死亡した人の数。 その運転手も含めてですよ。えー、F1 混ぜたらもうまず間違いないでしょうね。昔は F1 なんて観客席から死亡者が出るなんか普通のことだったんですよ。それでも F1 開いてたでしょ。誰が悪いって。会社よ。日本で例えるとトヨタ自動車。トヨタ昭夫さんが出頭しなきゃあんない。業務上過失致死で。 それぐらい聞いたことあるでしょ開いてるんだから会社で会長今の社長は佐藤さんですけども、まあ、佐藤さんも数年前に岡場の駅の交差点で歩きながら僕に笑顔を向けてきたんですけどもその時はねもう僕はそのうんトヨタという会社イコール社長はトヨタ昭夫さんという感覚しかなかったんですよで社長は佐藤さんだったっていうその感覚はなかった し、顔も覚えてなかったですから、なんかこう、笑顔で、笑顔を向けてきて、ニコッとされてるけど、どこも誰だろうっていう感覚しかないんですよ、だからまあ佐藤さんは僕が言ってるそのガソリン車の販売、まあ、販売じゃなくて生産停止ですね、それの案に関して、分かってるとは言ってるんですけども、ん今、本当に生産を停止してるのかどうかなんですよ。 で、電気乗車に関しては、補助金をなしにする、政府の方で。そうすることによって、バッテリー積まなくても電車バスのところで行けるんだから、電車乗りゃいいじゃないって。ほとんどのところ電車から降りて、30分以内で行けますよ。日本中、ほとんどのところはもう。もう電車の駅降りて1時間も歩かなきゃならないところなんか行きます行かないでしょ、普段から。 そんなこと気にしちゃってしょうがないんですよ。だから、電気自動車のその値段を見てびっくりして、こんな高いもん買わん方がええわって、他のことにお金使ったらがマシやわって。いや、だからね、それがエネルギーの存在問題をずっと辿っていくと、ゲームだったんですよ。ゲームが面白かったから。 ストーリーによっては、うんまあ、感動するようなストーリーのものも、今までの歴代の作品の中で、えー、結構ありましたよ。まあ、昔はそのその技術的に、その容量的に、そのまあ、家庭用ゲーム機の,その能力的に、映像とかは、まあ、大したことなさそうに見えますけども、ストーリーとかは結構良かったりするんですよ。 だから、あのー、まあ、逆に真逆に行くような、あのー、むちゃくちゃな内容のストーリーのゲームとかもあるのはあったんですけども、その辺のところがね、あのー、良いものを作るっていう、その意気込みの部分でね、気合いの入り方があ足りてないなっていうのは感じられますね。 何を表現したかったんだろう、この人はって。プレイヤーを、その、うん、まあ、楽しい時間を提供するだとか、このゲームしてよかったな、まあ、極端なことを言うと、あの生まれてきて、ああ、このゲームと出会えて、えー、よかったなと。そこに生まれてきて、まあ、いずれ人間は死ぬものですから。 時間が限られてるわけじゃないですか。生きてる間の時間。そしたら、その時間の中で、自分が日々どう過ごすかの中で、幸せなこととか、あの楽しいこととか、これ見てよかったとか、そう思えるような内容のものを作らなければならない。それはゴジラマイナス1.0とかもそうなんですけど、まあ そのゴジラなぜマイナス1.0っていう表記をしてくれてるかっていうと、まあ、僕の方からあのゴジラ作品に関してはシン・ゴジラからあの再開を提案してたんですねあの総理的な内容も含めてシン・ゴジラに関してでゴジラマイナス1.0も、まあ、昔僕は二十歳ぐらいの頃に言ってた内容など、えー、そういったものを、えー、まああのもうもう ここっていう場面のところはそういった内容で再現されてますね。で、もちろんそのゴジラマイナス1.0、なぜマイナス1.0なのかっていうと、30作目なんですよ。31作目だったら、まあ野球の話になってしまうんですけども、その阪神タイガースの、ミスタータイガースの、 ミスター・阪神タイガースの掛布さん、背番号31番。これはね、いろんな選手たちの中で、阪神タイガース以外の選手の人たちも結局そういう結果になってるんですよ。もう僕は二十歳の時点で、世界中の政府の,あの上層部の人たちとか、その政府の、えー、首脳になられる方たちに会って、 その当時から、えー、各大臣とか総理などとお会いして、天皇家の人たちとお会いして、順序は先に天皇家の人たちと会ってるんですけども、あのー、その時点で1998年に世界中で台風の数を大きく発生,させはさ発生してる数を減らしたりだとか、多い年だったら30何個も台風っていうものが発生してたんですけども、1998年に。 98年の台風の発生数は14個か16個、極端に減らしたんですよ。毎年2くつとか、世界中での発生数ですよ。発生してたんですけども、その辺のところで、仕込みまでも明らかにしたんですよ。それはもうテレビ局の人たちも言ってるから、まずテレビ局で、あの台風が発生しますとかあの、発生しそうですっていうことを放送してないでしょ。 それ言うからそうなるんです。人間個々は神がかり的な力をある程度備えている。それによって天気に影響を与えている。テレビでそれを放送しちゃうと、みんながそれをそう思い込むから、結局それがそうなってしまう部分があるんですよ。これが答え。放送しなかったらいいと。僕はテレビ、あの何回も、 外を撮影しながら、もう今日も、まあ、朝の方はまだもうちょっと晴れてたと思うんですけども、まあ今日動画で喋ってる内容とかによって、まあちょっと曇り状態になっているのか、まああの手すりのところ見てもらったらわかる通り、まあ、そこのね、あのー、影の部分と、その日光が当たってる部分のところ、差、これがはっきりと。これが日陰で、ここは日光当たってる部分で、まあだいぶ差はあるんですけども、 あのーうん、まあ、ここ数日、晴天が続いていたから、ある程度反動が出てきてるっていう部分もあるかと思うんですけども、雲をね、一回周りに、日本列島から周りから抜けて、えー、その反動でもう一回戻ってくると。一応そういう仕込みであれば、あの、安定した、まあ、雨の量っていうのは見込めると。まあ、そうすることによって、 えー、水が足らなくなるっていうことにはならない。これは農作物にも影響が出てきますし、昔僕は子供の頃はね、断水とかがあったんですよ。夏場。晴れの日がたくさんついて、えー、何時から何時までは、えー、水が供給できませんだとか。だからそれは事実であって、 うんまあ全く雨がない日がずっと続くと、それはそれでちょっとまずいんですけども、まあ今年に関しては、冬場も気温結構高い日が多かったでしょう。うまくいってるんですよ。物音が。冬場に関しては気温が上がってたら、よしであって、日本で言うと、7、8、9に関して、まあまあ、あの近隣の国もそうでしょうけども、あんまりもあの 北の方へ行くと、7月がどうなのか、ちょっとよくわからないですけど、例えば、ロシアだったら5月に雪が降るっていうのは珍しくないんですよ。ロシアの、特に北の方。北海道でも、うん、山間部のところ雪降ったりするでしょ。富士山なんか上の方白いじゃないですか。あれ雪なんですよ。春、秋でも白い部分結構ありましたよね。だから標高温度によって、まあ、あのー、の部分ありますし、雪が残る、残らないで。 気温が低い、低くないと思うんで。だからまあ、そういうふうなことも含めて、えーえー、法律っていうものを身につけなければないし、その、青ー圭介というものが、どういう人物なのか、世の中のことをどれぐらい分かってるのかっていうところで、なぜ歴代の総理とか、えー、大臣の人たちが、えー、国会で、ね、大きな大声で言ってるんですよ。大臣クラスでいいって。 じゃあもうあの、公職員証とか、そういうふうなものを持ってませんよ。だから公務員でも何でもないですよ、立場的には。だけども、まあ、あの、大臣としての同格者、民間で言うと、会長さんなんですよ。あの、複数の会社の社長さんの集まりの中から会長というものが選ばれるのであって、えー 大臣の同学者は、まあ、民間で言うと会長に当たるんですね。で、まあ、あとは都道府県知事。それぐらい認めてもらってるんですよ。だから、もともとそういうようなものがあったし、河川水門外壁式ダム発電とかそういったものを進めなきゃならないから、まあ、そういうふうに言ってくれてる部分とか、ものを言いやすいように、忌憚のない意見っていうことで。で、えー まあちょっと話がね、もうそれ始めてるんで、その、違法行為、あの、春山生骨に集まってしまったら、どう、どうなってるかっていうところね。それまずもう理解してもらったらわかるでしょう。で、もう、あんまりお金儲けお金儲けに走ろうとしちゃダメなんですよ。エネルギーの残存の問題的にね。で、あと、アフリエイトの話に戻るんですけども、ちゃんと書いてるじゃないですか。 通信,販通信販売や車やオートバイ、ブランドものからのおもちゃ関係の買取を行ってます。のでよろしくお願いいたします。って。人口は少子化してるんですよ。ある程度こういうふうな部分で、えー、まあ、まあ、それによって高く売れるのかどうかは僕もお行ったことがないので分からないんですけども、だいぶ前に車とか、えー、オートバイとかそういったものが売却してますから、 もうもう21歳ぐらいの頃にはオートバイ売却してますから。で、まあもう、だからもう元々生産してるところが悪いになるんですよ。もうたくさん作りすぎた後だから世の中に溢れ返ってるから、あっちこっちで不法投棄されてるし、オートバイとかも、車も。車だけで日本国内でもう1万台ぐらいありますよ。 もうちょっと撮影者はすぐにまとま,まとまって30台ぐらい不法投棄されていたりナンバーとかはないからもうサビサビにサビてたりとかするからあ、もうこれ絶対ほったらかしにしてるなっていうのはわかりますしガソリンスタンドとかも放置されてますもんほったらかしになってこの辺でも結構あるんですよ田王寺駅と岡場駅の周りにもうそれ撮影して何回もあの僕の動画でアップロードしますよ よそ、河川の撮影しに行った時に、道通る時にそういう風うなものはいっぱい見かけますし。余計に建物を作ってる暇あったら建物を買いたい先にしないとって、金属さびる前に回収しないとって。穴掘って金属をいちいちね、採掘するぐらいだったら岩石付きなんですから。それ引っ張り上げてきてるんですよ、地面の底からとかから。 エネルギーの残存量問題があるんだから、その方がエネルギーの消耗が少なくて済むんだから、あと海外から鉄鉱石とか買わなくて済むんですから。テレビでは、あの、都市鉱山だのなんだのって言うだけ言って、何も知らなかったんですよ。ほったらかし。一番わかりやすいの車とかオートバイとか、あと重機。ああいったほったらかしになってるものを回収したら、 もう車なんか2台,2台集めたらもう絶対トーンを超えるじゃないですか。タイヤとか、あ,あの、座ってるところの材数もあんまり重たくはないでしょうけども、もう車なんかね、2台ぐらい回収したら1トンぐらいの金属が集まるんだから、1万台ぐらい車があるでしょそれプラスあと、まあオートバイとか、あと部品関係、あとは放置されてる、あの、 まあ建老朽化した建物とかも本当は金属回収してる。そういうところ頑張らたらいいのに、建築業界の人たちとかは、もう全然あの作らなくていいものを作ってる。で、その指示はえ行政、えー、フィナンシャルグループうーなど、あとはまあ、だから民間も行政も両方どちらとも僕と同じ知識を身につけるしかないんですよ。そうじゃなかったらしいことと悪いことの区別ついてないから。 でそれを僕を精神病院に入院させて隠蔽してたんですよ。僕はテレビに向かって叱って言ってましたから。だからそれは30過ぎとかの頃でしたから、いや30過ぎの頃はね、テレビに向かって叱るようなことはまだしなかったですね。40ぐらいからですね、40前後。もっと多くの知識を身につけてきて、でうん、昔のこととか思い出して、 ああ、もうこれはもう言わなきゃならないと。これ言う人がいなくなったら、誰がこのほったらかしになっているようなかどうにかするのって考えたら、絶対そうでしょ。だって一般の人たちとかだって僕みたいなことを言ったとしてね、警察官に連れて行かれたらどうします精神病院に入院させられて。そんな件、あっちこっち起きてるんですよ。それで精神を生産されなくなる薬を飲ませて、 人減らし。n e の残存量問題があるから。人減らしたらいいっていう、もうヒトラーと同じような考え方。ナチスの。第二次世界大戦のヒトラー。まあ、その究極の果てが、その精神を生産されなくなる薬はどこが作ってたかって言ったら、フィナンシャルグループ。 元々は商社があって、証券があって、銀行。これを一体化させたものが、フィナンシャルグループ。財閥。大体製薬会社を持ってる。自分たちの商売邪魔するんだったら、生子の生産されなくなる薬に飲ませて、人減らしを行ってしまえ。これが実態。そういうところから、議員とか出ていた。 これも実態。だけども、今のほとんどの議員さんはそこまで腐ってはいません。だけども、その、今までの先輩たちがしてきたこと、その、例えばね、40代ぐらいとかで議員になって、えー、50代、60代の先々のね、しかも格上の大臣とか、ええー、まあ、 まあ副大臣とかも含めてそうですよ。そういった人たちに間違ってますよって言える人。そういう人たちが議員にならなきゃならない。エネルギーの全土量問題とかを軸にしてね。あとその金属の回収に関して全然してないじゃないってテレビであれだけ都市鉱山だの何だのってテレビあの新聞でも放送しておいて。だから僕みたいな人がいっぱい増えて、 金属回収地点がどこかとか、そういうことを、あのー、言わなきゃならない。撮影して、記録して。証拠だから。その方が、周りの道とかも撮影してあげなかったら、正直、あのー、田舎の方とか道難しいですよ。そんなに、ほいほいほい、あの回収業者の人たちだってね、大抵、もう民間の人が回収業者ですから、そんなところ、いや、行ったことないよっていうようなところ行くわけですから。 ねえあのー、場所分かりやすく、ね、え言ってあげた方が現場に行きやすいわけじゃないですか。そうしたら撮影なんかさせてあげたらいいわけであって、電柱の、あのー、撮影、えー、壊れそうな電柱について、あのー、アプリなんですけどね、それを投稿したら、あのー、お金がもらえるアプリとかが昔あったんですよ。今でもあるのかもしれません。なかなかないですよ。 あのー、壊れかかってる電柱なんでもともと電信柱なんか、ちょっとした、あのー、電線走らせるぐらいだったら、例えばね、単線の電車の電信柱だったら、木でいいんですから。昔はもともと電信柱って木ですよ。神戸市のその神戸電鉄、えー、台から、 えー、まあ西鈴蘭台とか、まあ、あの三木市小野市の方へ続いていく電車なんですけども基本的に単線です駅のところだけあの線路が2本あって、まあ、そこでうまいことあのお互い、えー、通り過ぎるような形になっていてでそこの電柱って99%以上木のはずですよまあ,あの小野市ぐらいまでしか乗って なないのかな一応、青島で一回だけ、あのー、行って、あのー、まあまあ、青島で行ってしまったことがあるんですけども、それ、寝ていて気がついたら、あの到着していたと,ところが、青牛じゃなくて、青駅ですね。市じゃなかったと思いますね。青っていう、え青線っていう、えー、まあ、線路ですね。 まああのだからほとんどの場所本当は昨日電柱で良かったんですよ一応そのあれは変圧器なんですかねあの変圧器って言ったらいいのか電圧器って言ったらいいのかちょっと専門家じゃないのでよく分からないんですけどもあのまあゴミ箱みたいなもの 円筒状のものが電柱にぶら下がってますけどああいう重たいものはそれはあのコンクリートで中が鉄筋の入ってるものの電柱じゃないとだめかもしれませんただしき。